にちは、みさきです。はい、今日も始まりました、みさきの部屋です。今日は一人です。オープニング寂しい。はい、今日は、パーカーに合うアレンジをやっていきたいと思います。パーカーだと結構お団子になりがちなことが多いかなと思うので、今日はちょっといつもと違うアレンジをしたい方にぜひ参考にしていただきたいなと思います。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして、毛先から表面までしっかりとつけていきます。このくらいツヤが出たら OK です。後ろでジグザグに分けていきます。奥で毛をお好みで下ろしていきます。私はだいたい1センチくらいで下ろしていきます。片サイドの髪の毛をだいたい耳が隠れる位置に持ってきて、耳下でゴムで結んでいきます。ここに空洞を開けて、前から後ろにくるりんぱをしていきます。ゴムを下に2センチくらい下ろして、2つに分かれている外側の髪の毛を2つに分けます。そしてまた前から後ろにくるりんぱをしていきます。また2センチくらいゴムを下に下ろして、今度は内側の髪の毛を空洞を開けて、前から後ろにくるりんぱしていきます。ほぐしていきます。耳の高さの部分はほぐさずに、下から少しずつボリュームを出していきます。反対側も同じようにやっていきます。ホリスティックキュアの 26mm のコテを使います。1センチくらいの束で外羽に巻いていきます。指先にオイルを取って、束のパサつきをなくすようにつけていきます。はい、こんな感じで仕上がりました。ポイントは
耳を隠すことによって、こなれ感も出てバランスもよく仕上がりますので、これなら三つ編みができない方でもフィッシュボーンも難しくてやったことがない方でもできますので、ぜひ参考にしてみてください。あなたもおしゃれ上級者になれます。バイバイ。